第4試合ボムスーパーライト級 63.5キロ次期挑戦者決定戦、3分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。 KJ 宏対久保雅也の一戦であります。さあ今度は 63.5キロということで、竹内さん結構迫力のある戦いが見られそうですね。スーパーライト級で、あの階級も重い階級なので、はい、あの一発で、うん、あの終わる可能性もある階級ですね。はい、ジャスミン選手、はい、この両選手はどんな特徴がありそうですかね。KJ ヒルさんですね、はい、2戦目かな、ボムの右のハイキックで KO してて、はい、で久保雅也選手はですね、左のミドルがすごい得意なんで、これはどっちがね当たるかっていうのと、うん、すごい KJ さんはちょっとねすごい盛り上がる試合をしてくれて、まあ、勝ち負け大事だけど盛り上げて勝つ、倒しに行くスタイルっていうふうに意気込んだんで、はい、注目したいですね、うん、はい、前回 KJ 広志は今年の9月のボムウロボロスで高橋幸光と対戦して0対2で敗れてるんですけども、うん、アグレッシブなスタイルで会場を沸かせていますからね。そう、6年かかってボムでねっていう、うん、そういうストーリーもすごい感動してね、うん、ラウンド1、さあいよいよ始まります。 KJ 対久保雅也の一戦であります。まずハイキックを放っていったのが久保雅也、金髪のサウスポースタイルの方であります。さあ左のミドルを打っていく久保雅也、そして青のヘアスタイルが KJ 広志であります。右、そして肘を打っていく。さあいきなりバチバチの打ち合いになりそうな第1ラウンドであります。左のインロー、ああ左のインロー、これはスリップですかね。大丈夫です。結構コスコス打ってきますね、竹内さん。そうですね、今あの久保選手がすごく左ミドル、インロー、はい、今使い分けてるんで、このあたりは多分効いてきたらハイキックとか狙ってきそうな感じありますね。下から上の展開もありそうな予感がしてきます。まあ、そして首相撲の対戦ですね。なんか互角っちゃ互角な感じは。ジャスミン選手、はい、こうフィジカル面見てどうでしょう、お互いのこの肉体とかも見て。いや、いいですね、階級もいいですね、うん、仕上がってる感じがしますかね。そうですね、うん、あ、左の要素、そしてパンチを打っていく、プレッシャーをかけ、ハイキック、狙ってきましたね、来ましたね、竹内さんね、来ましたね。下のインロー出して下に注意させておきながらのハイキックを放っていきます。久保雅也であります。久保雅也はグローリーのフェザー級に1にランクインしたことがあります。やっぱグローリー、そうだそうだ、はい、欧州のキックボクシング団体でも活躍していました。さあ沖縄の暴れん坊はどう立ち向かっていくのか。さあそして組んでの膝、でもフィジカル面だったら KG ヒルシさんのがね、ありそうな気はしますけどね。おお、さあそして強烈なパンチを打っていきます、KJ 広志。これ打撃はちょっと久保選手も上手いですね。そして首相撲の体勢、残り時間1分、ここは KJ 広志の投票な気がするんで。おお、そしてパンチを打っていきます、 KJ。 KJ はオーソドックススタイルでパンチを得意とするファイター。身長は176センチであります。久保雅也は172センチのサウスポー、得意技は左ミドルとなっております。今回は久保雅也はボム初出場となっています。そしてハイキック、あー、そして左、今のパンチどうでしたかね。あ、大丈夫そうですね、大丈夫そうですね、はい、聞いたらなさそうですね、うん。第1ラウンド残り30秒を切っています。沖縄の暴れん坊KJ 広志か、それともボム初参戦の久保雅也か、はい、やってきます。そして再びインロー、近い距離になった。さあ再び近い距離になった、これで第1ラウンド終了。竹内さん、はい、伺っていきましょう。第1ラウンドはどのように映りましたかね。お互いがなんかいいところがたくさん出てたかなと思います。久保選手はやっぱ、長い距離がかなり良かったんですけど、KJ 選手は逆に中距離と近い距離が良、はい、かったので、お互いがどの距離で戦うのかここで明確になったと思うので、ここで KJ 選手が近くに行くのか、それとも久保選手を逃がしながら自分の距離を保って戦うのか、そこに、やっぱ距離の主導権の取り合いっていうのもここは重要になってくるんですね。そうですね、はい。ジャスミン選手はどう映ったでしょう、第1ラウンドは。こちらもう丸かぶりでございます、ね、
けど KJ さんがね、これがパンチだけじゃ蹴りもあるんだって言ったんで、ちょっといろんなところで蹴り、たくさん蹴ってくれるんですよ。楽しいですね。さあ、どんな戦いを見せるのか、KJ 広志対久保正也、第2ラウンドがスタートします。ラウンド2。おお、ガッチョってきた KJ。やっぱ来ましたね、自分の距離に回ってきた。近い距離で打ってきます、パンチを。近距離でド派手なパンチを打っていく KJ 広志。ハイキックで返すのが久保雅也。腕相撲の体勢。さあ、膝を打っていきます。体が割ってまいります。久保雅也としては距離を取りながら、そして有効打を打っていきたいところ。ミドル。KJ 広志もパンチで返していきます。緊迫感があります。パンチを打っていく。ああ、ナイス。結構パンチがコツコツと当たってるようにも見られますね。でも久保選手ちゃんと見てますよ。そうですね。そんな中冷静に、むしろもらいながら見てます。目開けながら、もらいながら、ちゃんと見てます、ちゃんと見てます。表情変えないですね。確かに表情がそうですね、もらってるようにも見えるんですけども、もらいながら攻めていくというスタイル、恐ろしいものがあります。ホーム初参戦の久保雅也であります。ミドルを打っていく久保。KJ、さあ、そしてここに、ああ、組んでる膝、お腹が効いたな。そして KJ 広志も膝で返していきます。沖縄の暴れん坊、第2ラウンド左暴れ出してました。そして左フック、再び近い距離、ロープ際の攻防になります。首相撲の体勢。ボディー。KJ は肘を打っていきます。おい、腹めっちゃ上がってますね。あ、結構 KJ 選手効いてますかね。上がってますよね。あ、再び近い距離。おい、パンチ打っていく。KJ もまだダメージ的には大丈夫そうですかね。大丈夫だと思います、うん、まだそこまでガッツリ消えてる感じはないんですけど、もらいたくない感じで嫌がってるだけだと思います。おー、入った。ナイスストレート。左のハイキック、そしてパンチキックを打っていく KJ。 あ、肘、 KJ の肘。お互いの距離の取り合いが重要になってくる第2ラウンド、ここで終了いたしました。竹内さん、この距離の取り合いというのはどうでしたかね。やっぱいきなり KJ 選手が2ラウンド始まった途端、自分の距離持ってったん でただ久保選手ももらいながらもちゃんと見て、まあ、もらってる時はもらっちゃってるんですけど、ちゃんとガードもしてるし、まあ、危ない場面はちょこちょこあったんですけど、はい、それもちゃんとよく見てしのいだったん でなおかつ自分の距離また持ってって、蹴りとかパンチあったりしましたね。パンチを、ね、結構、ね、もらってるような印象もあるんですけど、久保選手も、ね、冷静に回しながら蹴りを打っている印象がありましたけども、ジャスミン選手は第2ラウンドはどうお感じになりました。もう KJ 2ラウンド目から急に暴れん坊になりましたね。うん、けどもう久保さんのもらっても表情変えない、あれは私は大切だったんです。嫌です、聞いてないのかな、相手のことかなみたいな感じなんで、本当にいいですね。久保選手なんですが、趣味がゲーム、ネットサーフィン、ゲームで反射神経と動体視力を鍛えたと最高でございます、豪語しております。そして5年ぶりのムエタイルールという、そうなんですね、なんかそのブランクも感じさせないようなね。さあ、どんな戦いを見せるのか、沖縄の暴れん坊 KJ 広志か、それともホーム初参戦の久保正也か、運命の第3ラウンド始まっています。ただ短い距離になった。ノーモーションでのパンチを打っていきます久保正也。そして組の体勢、一旦剥がします。お互いに打っちゃったパンチ。
試合になりそうだ。第3ラウンド、ああそう、今の足蹴っておきたいですね。さっき忘れてたんで、多分蹴るの久保正也としてもやっぱこうバリエーションを増やしながら、はいはい、ボディを打っていきます。そしてパーシゲリー蹴るボディ、そして肘で返していくケージ。お互いいいですね。お互いこう打撃が、ね、当たっているような印象があります。第3ラウンドです。いいな、パンチのラッシュを仕掛けていく KJ 広志。パワー圧倒的に KJ そうです ね、 ですね、ありますね、厚みがありますね、これまで数多くの激闘を繰り広げました KJ 広志。どんな戦いを見せるのか。第3ラウンド激しい攻防戦になりそうだ。今度は首相撲の体勢、互いにぐるぐる回りながら目まぐるしい攻防戦を繰り広げます。あ、そして左のインロー、おい竹内さん、結構久保正也の左のインローっていうのはキーポイントになりそうですか。切れた、肘が見られますね、肘ですかね、ちょっと出血が見られます、久保正也の左の目のあたりでしょうか。あ、でも、まぶたのところだから、ちょっとあれですね、そうですね。あ、そしてパンチを払っていく、ちょっとカットがね、今これ左の目の目尻のあたりですね、ちょっとカットが見られます。まぶたの上あんま切れてなくて決められちゃうケースが、さあポイントはどういう風に影響していくんでありましょうか。第3ラウンド30秒、第3ラウンド残り時間が少なくなってきた。 KJ 選手が、KJ がちょっと優位になってきたか、このラウンドパンチを打っていく KJ、 KJ のパンチがコツコツと当たってくる。膝入りましたよ、膝かんですね。おい、膝返してく、このまさやをまだまだ打っていきます。うまい、いやお互いうまいですね、本当ね。あ、そしてマーシネリー、これは空を切る。ここで試合終了、よかった。3ラウンド戦い抜きました。これで1日の集計に入ります。いや、手に汗握る激しい戦いとなりましたね、ジャスミンさん。はい、もう手汗です。もう手汗がすごいです。次期挑戦者決定戦となっており、やっぱ KJ さん盛り上げてくれましたね。実行でやっぱり。いや、でも結構、あ、結構深い感じしますね。切れた時でも表情変えなかったですよね。ちょっと怖いですね。表情が変わってなかったので大丈夫かなと思ったんですけど、結構こう見てみると、そうですね。割れていますが、さあ判定はどうなるか。KJ か。あれですね。ドローだったら延長1。あ、そうですね。延長1ラウンドもあります。あ、どうなるか。コース付けがたい。判定の結果をお伝えいたします。ジャッジシーン30対28。青久保、まずは久保に1票。ジャッジ大成、29対29、ドロ ー。ジャッジ岡林、30対29、青久保。以上2対0の2対0をもちまして、勝者青コーナー久保マサヤ。さあ久保が判定2対0の勝利となりました。1人が30対28、もう1人が30対29、そして1人が29対29と続けて三者三様の判定となりましたけれども、竹内さん伺っていきましょう、はい、これはどうご覧になりましたか。やっぱあれですね、勝ちました久保選手には勝利者賞が贈呈されます。最後はKJ 選手が取ってたんですけど、まあ、これが延長あったりとか4ラウンド5ラウンドあればまた違った勝敗がついたかなと思うんですけど、まあ、でももうちょっとあれですね、 KJ 選手もエンジンかけるの早かったらまた変わったかもしれないです。じゃあジャスミン選手、このボブスーパーライト級もこれストーリーがね、またこれ楽しみになってきましたね。いや、そうですね。でも久保さんもね、チャンピオンになるために広島から上京してね、移籍したので、ね、もう頑張ってほしいですね。そうなんですね。頑張ってほしい。
広島の暴れん坊ですね。広島の暴れん坊になるのか、どんな戦いを見せるか、ボムのスーパーライト級楽しみになってまいりました。さあ次期挑戦者決定戦は久保正也選手が勝利しました。